サムさん、シャウト小学校から来たサム・ヒリアードです。いらっしゃい。実はお話がありまして。あ、ぶつかる。あ、そう思う？当たり、商品なし。わざと爆破したんですか？そりゃそうでしょう。出なきゃ大人が汽車ポッポなんてハトホッポ。君もどうですか？いえ、また今度。子供にやらせるとね、グダって失敗しちゃって。で、なんか用？お子さんの学校のことでちょっと。だったらママのナイフだ、じゃなくて担当だ。今、フェスタおじさんと客までダーツやってる。どうぞ。しかし学校へやらないと子供は学校へ行くもんです。バカ言うなよ。学校なんか何になるの。ナンザンスだ、ナンセンスだ。でも学ぶことは大事です。ん、学ぶって？ほら見て、これウェンズデーの雲だ。しかも血統書付き。こんな立派に雲を育てる子がいます？いいえ。ほらね。でももっとちゃんとした勉強も必要です。読み書きとか。6つの子供が一体何を読むわけ？大人になった時困るでしょう。せっかちなんだからいい。お邪魔したかな？うん、何もしてなかったから。よかった、話がしたいんだ。お前には想像できないだろうけどもね、お父さんだって昔は子供だったんだよ。じゃあ子供でお父さんだったの？いや、お父さんだったけど子供だったわけ。次から次へと欲しいものが出てきてね。いいかい、大事なことは決して間違った方向に進まないこと。侵入禁止。思い出せよ、子供の頃の一方通行。デパートのショーウィンドウに飾られたキャンプ用品を憧れの目で眺めたもんだ。横断歩道、ランプ、三角テント、それからいろんな仕掛けのナイフ。この先危険。今でも思うことがあるんだ。 U ターン禁止。もしあの時道を誤っていたら一旦停止。すげえ親父、ボーイスカウトの団長になれるぜ。思ったより重症だ、20勝だ。ゴルゴ、ママだよ。あら、お世辞が上手。ここ我が家だと思ってね。目いっぱい喜んでこの。ね、パグズリー、ゴルゴによく言ってちょうだい。お礼の言葉なんて水臭いって。それに言っとくけどね、ここは檻の中じゃないんだ。家族の一員だと思ってくれよ。檻に触れて。二人ともお腹すいた？ラーチを呼ぼう。ラーチ、ラーチだ。あ、ランチだ。そうだ、バナナ一山とからし付き。僕もゴルゴとお揃いがいいんだ。この子ったら。昔から言うじゃないか、ゴリラの振り見て我が振り直せ。あいつはいくらだ、たったのゴリラ。